ドリームチェイサーです。今回はこちら、妖怪メダルバスターズの第4幕、月が出た出た、よいよい編、ボックス開封の4回目になります。ついに、最後のボックスになりました。なんとまだウィスパーと闇キュービが出ていなくて、結構へこみ気味なんですけれども、この中で出てくれるでしょうか？はぐれも入ってくれたら最高だと思うんですが、どうでしょうかね。早速開けていきたいと思います。では早速開けていきましょう。ボックスが被っていないことを願うばかりです。いやー、どうかなー。いきます。せーの、じゃじゃん。番号はせーの、なんだ、5051。5番が来ました。これどうなんだろう。怖いですけど、開けていきたいと思います。では、いつも通り上からいきます。1パック目。もう、さっさとウィスパー出てきて。せーの、1個目は、じゃん！雲海三面鏡ともずく先生！これは1箱目には出てきたんだけれども、2箱目、3箱目には出てこなかったものですね。嬉しいけれども、これは、一箱目と被るとか、そんな悲しい結果かな。やだな。いきます。せーの。二パック目は、じゃん！サンタクローシーとウサピョンのエンペラーモード。いやー、これやばいかも。三パック目を開けます。なんだろうな。せーの。じゃじゃん！普通と、ミッドメン。これはやばいぞ。これはやばいぞ。4パック目、いきます。ウィスパー、お願い。せーの、じゃじゃん。歌舞伎ロイドとサンタクロウシー。やばいな。5パック目、いきます。もうザクザクいきます。ウィスパーと闇キュービーさえ出てきてくれれば。いきます。5パック目は、せーので、じゃん。のがっぱとフーツー。これは、痛い結果になるかもしれない。1回目と同じ？こちら、6パック目ですね。せーの、じゃじゃん！ミトメンと、ブリーゲンスイー。嫌な予感。7パック目、いきます。7パック目は何でしょうか？はい、そろそろキラキラ来て、じゃん！雲海三面鏡だ。浦島にゃんです。どうなの？どうなの？どうなの？お願いします。来て。こちらは8パック目ですね。せーの。じゃん！ミチクザメとブリーゲンスイだー。やばいな、やばいな、これ。ウィスパー、どこ行っちゃったのー。9パック目、せーの、じゃん！浦島にゃん、頭髪伝心でーす。浦島にゃん、すごい来るのになぁ。くすん。9パック目？いや、10パック目ですね。10パック目、いきます。せーの、じゃじゃん！赤招きとブリーゲンスイー。キー！白駒も来ない。これ次で白駒来たらもう1回目の被りかな？いきます。どうでしょうか？道草めと白駒来た。うわーってことはこれは一箱目と同じ感じですね。最後の1個はノーマル2つなはず。せーの、じゃじゃん。ですね。締めっぽいなと発電心。いやー、こんなこともあるんだ。結構痛いですね。箱4つ買って、2箱分丸かぶりって感じですね。痛い。ということで、ウィスパーと闇キュービー出なかったので、また箱で買ってきます。痛いな。ではまずはこちら、開けて中身の音声聞いちゃいましょう。はい、今回のメダルはこちらになります。中に入ってなかったのは、イスパー、闇キュービーの他は、
赤丸とぬらりひょんとロボニャン3000ですね。それ以外は揃いましたが、悔しい。さて、音声を聞きながらそれぞれのメダルを見ていきましょう。ではまずは風通から。もずく先生。みちくさめ。のがっぱ。雲外三面鏡。白駒。続いて発電信。ウサピョン、エンペラーモード。浦島にゃん。続いて締めっぽいいな。
ブリー元帥。歌舞伎ロイド。ミトメン。最後は赤招き。というわけで全4回ボックス開封を行ってきたわけですが、なんともウィスパーと闇キュービが揃わない、残念な結果になってしまいました。追加でまた買ってこようと思います。次回からはこちら妖怪メダル U ステージ2銀幕デビュー5つの歌の物語だにゃん、こちらをボックス開封していきたいと思います。また気持ちも新たに歌メダル、いろんなメダルが出てくると思うので楽しんでいきたいと思います。では次回も楽しみに、チャンネル登録よろしくお願いします。以上ドリームチェイサーでした。また見てね、バイバーイ。